毎度ごきげんよう、起こしやすです。ちゃんと言ってますかね。音とか僕の声の大きさどうですか。大丈夫ですかね。起こしやす。どうもどうも。あんぬし来ないんで、このあんぬし仮人形で。今日もね、ちょっと回線なんか遅そうなんですよね。なのでちょっとまたブツブツ切れちゃったりするかもしれませんけど、ご了承ください。姉くださんこんばんは。いえいえ、もうこちらこそありがとうございます。いつもなんかね、全然余談なんですけれども、ライブの予約をするとですね、いきなり始めるライブと違って、なんか待機画面みたいなになるんですね。あ、月月月さんこんばんは、お越しやすです。ほんで何人が僕のライブ待機してますとか言って開始画面に出てるんですよ。それがね、妙に緊張してしまって。あ、リンゴとタケノコさんこんばんは、お越しやすです。今日もね、ぼちぼちゆっくり日本が進めていこうかなと思ってます。エボリンさんこんばんは。カズヤさんワンバンコです、お越しやすです。まあね、前回花とね、葉っぱの下塗りを進めたので、あ、ちょっと見てもらおうか。よいしょ、こんな感じですね。そやからちょっとこの後の作業ってもうほぼほぼ書き込み作業になってくると思うので進めていこうかなと。双葉葵さんこんばんは、お越しやすです。いつもありがとうございます。光あかりさんよろしくお願いします。こちらこそです。まぁ、ちょっとね、どうしようかな。もう進めていこう、いくちょっと一服させて。ちょっと今日はね、今日の制作の音も何かわかります？これ、やばいな、落ちるか。これね、水です。Water。 やっぱ水が一番ええわ、なんかアクがないし。あ、みよこさんこんばんは、こしやすです。ありがとうございます。いつも石田蘭さんこんばんは、ありがとうございます。あきこさんこんばんは。勢揃いですね。そうなんですよ。なんか本当にいつも来てくださって、本当いいんですよ。もうなんか会う時間でね、たまたま時間があったから来れたみたいな感じでね。そんな感じでいいんですよ、僕のライブは。さあ、ほな行こうか。じゃあ、葉っぱを、そうそう、こういう時にですね、五分と岩絵の具で進めてきてるんですけど、まあ五分は花ですよね。花の部分五分で描いて、今岩絵の具で軽く下塗りした状態なんですけど、この花をね、重点的に進める人と、葉っぱを重点的に進める人、それから全体を同時に進める人、いろいろいると思うんですけど、僕は割と葉っぱを先に進めることが多いです。なぜかというと、どうしてもやっぱ花の花鳥画とかいう絵の場合、花よりも葉っぱの見える面積が多いし、結構ね、葉っぱって花鳥画では準主役のポジションながら、葉っぱの表現力ってめちゃくちゃ大事やと僕は個人的に思っているので、葉っぱを先にこう仕上げていって、その様子を見ながら花を、仕上げていくっていうことが多いです。僕の場合は。なので葉っぱ先に進めていきますね。ヒロムさんこんばんは、お越しやすです。あ、なんか、どこのお住まいなのか、存じないですけど、関東の方かな、すんごい雨っていうか、もうスコールレベルの、なんかすっごい雨やって言うて、僕のツイッターのフォロワーさんが言ってましたね。なんなんでしょうね。こっち全然降ってないです。関西は。全く降ってないですね。怖いですよね。いきなり降ってきたらね。ほんで、どうしようかな。葉っぱの彩色ね。実際のスケッチがこちらなんですけど、この葉っぱは、なんていうのかな。濃い緑じゃないんですけれども、まあ、色付け自体は形と違って自分の想像とかイメージで描いてもいい分野なので、まあ、スケッチと全然違う、もっともっと濃い緑色で描いてもいいかなと思ったんですけど、
今回はなんかこの下塗りの白録がすごいいい仕事してくれてるので、なんかこれを損ねずにうまくもうちょっと黄緑がかったやつをふわっと乗っけていった方がいいかなと思ったので、ね、あれちょっと待って、あ、ちょっと準備がなってない。これこれ、こんな色を上からふわっと乗せていこうかなと思ってます。どうですか皆さん。これちなみにね、新岩絵の具です。天然じゃないやつです。これだ、このように、あの天然じゃないものと天然のものを組み合わせて描いても全然大丈夫です。まあそれはちゃんとした日本画描く方からしたらね、天然以外の岩絵の具を使うのはどうなんやろっていうのもあるかもしれないですけど、僕はやっぱりね、天然にはない色もたくさんあるので、今回はね、この、なんていうのこれ、岩青サロク。わからへん。これの11番を塗っていきます。あ、もう一つ言うとくと、岩絵の具って、まあ、基本なんですけど、細かい絵の具から塗っていって、徐々に上塗りしていく絵の具は、粗い絵の具にしていかないと、あのね、粗い絵の具の上に細かい絵の具塗ってしまうと、剥がれやすいんですよね。基本的にそういうセオリーがあるっていうのを、まあそんな意識固くしなくていいですけど、ね、片隅に置いておいた方がいいです。そうなんですよ。あ、レモングラスさんこんばんは。葉っぱ描くの難しいですね。葉っぱを描けたら、もう花鳥画は、ね、6割、7割できていると言っても過言ではないぐらい葉っぱって大事だと思います。じゃあどうしようかな。ちょっと、絵の具作りからしようか。これ混ぜ物なしでこのままいってもいいかなと思ってますけどね。ちなみに岩絵の具も混色できないことはないです。混ぜてもいいんですけどね。使いそうな分量よりちょっと多めに出しておきます。こんなぐらいだったらええんかな。僕はね、薄くほんまに重ねていくだけやと思うので、今回あんまり出さないでおきますね。よいしょ。これで、あ、こうか。お、いっぱい来てくださってる。あ、京子さんこんばんは。あ、そうなんですか、やっぱりあのね。なんなんでしょうね。あ、エルさんこんばんは。モリンチョミホさんこんばんは。コシアスです。日本が進めていきますね、ちょっとずつ。で、思ったんやけど、まあ、今更言うのもなんやねんって話なんですけどね。作例を公開するにしては、えらい、ちょっと、込み入ったモチーフ選んでしもたなっていうのは正直感じてますね。もっと簡単でもよかった。もっとちっちゃくてね、はがき台サイズぐらいのを1、2話で完成させれるぐらいのやつにしたらよかったなぁと今更ながら思ってますね。で、混ぜていきます。何回かご紹介してると思うんですけど、岩絵の具の混ぜ方ね。ここにいきなり肉は混ぜてしまう作家さんとかも映像で見たことあるんですけど、僕はこの横にね、岩絵の具の横に肉は出しておいて、少しずつこう、溶いていくっていう方が混ざりやすいかなと思ってます。で、ここからは書き込みとか上塗りの部分になってくるので、あんまり肉は分いらないです。下地に肉泡分結構使ったので、下地の肉泡もちゃんと効くんですよ。なんて言うんかな。上から塗ると、その下の肉泡も緩まって、そいつも接着する役割に転じてくれるので、思うほど肉泡分いらないと思います。上塗りは。あなたちゃんさんこんばんは、こしやすです。IUT さんでいいんかな。こんばんは、おこしやすです。綺麗ですか？この岩絵の具かってことですか？
アナオミオンさんこんばんは。いつもありがとうございます。お越しやすです。そうですね。対策は、やっぱり、なんか、ちっちゃい作品にないプロセスをお見せできるのは、あるかなとは思うんですけどね。なんかこれ、BGM がな、みんな聞こえてます皆さん。前の方が良かったな。なんか、運動会感が半端ない。運動会嫌いやったからな、僕。なんか、大玉転がしの歌やで。少しずつ加えていきます。あ、聞こえてますか？ありがとうございます。インディゴライトさん、こんばんは。ごしやすです。体育祭。もうちょっといるかな？もうちょっといるな、これ。5分作るときと一緒で、ある程度、岩屋の具全体が湿ってきたら、この肉輪の加え加減は慎重にいかないと、加えすぎになってしまうのでね。で、こう、ぐっと力入れて、混ぜる。だから、岩屋の具をなんで未だに指で混ぜなあかんかというと、こう力入れてね、粒子をこう、手の指先のこの感覚で感じながら、ニカワと混ぜていかないといけないので、未だにこの溶き方なんですよね。で、たまにね、あの女の方で、指先とか汚れるの嫌な人がいるでしょ？ネイルがね、汚くなったり、あと料理するから嫌やとかね。そういう方は、指サック、あるじゃないですか。なんか100均とかでも売ってるでしょ？ゴム製の。多少は混ざりにくくなるんですけど、あれやって混ぜたらいいと思いますよ。ヘラとかでね、混ぜるよりもそっちの方が綺麗に混ざるんじゃないかなと思ってます。今回肉は薄めです。こんな感じです。全然垂れませんよね、こう、やっても。下塗りの方はね、ちょっと緩めにといったんですけど。ここに水を加えていきます。鈴木純子さん、こんばんは。お越しやすです。いつもありがとうございます。今回はね、前の制作過程の続きですね。水もちょっと陽気めに入れます。音楽。もうちょっとこう穏やかなないんかな。このセットリスト。なんか、物々しない。あ、垂れた。はい。絵の具作りはね、丁寧にしておきます。はい。さあ、そうですね。若草色ですね。若草色とは書いてなかったですけど、なんかね、変な名前でした。日本の色分からへんねん、ほんまね。日本の色ってすごいじゃないですか。めちゃくちゃあるでしょ、種類が。よいしょ。さあ、じゃあどうしようかな。奥の方から進めていこうかな。また、大きく見えるように、アップしようかな。でですね、ここからは、ベタッと塗る作業ではなくなってくるので、クマ取り筆と一緒にぼかしつつ塗っていくような感じでいこうかなと思ってます。クマ取り筆あんま好きじゃないんやけどね。難しないこれ。使うの。んで、アップしてたら見せられへんな。こう必ず分離したとこと、この溜まった部分、うまいことこう、ね、取り分けて書いていきます。コテッとやっぱり、ね、筆に取ってしまうと、
ベタ塗りみたいな感じになるので、それはそれでそういう風に塗りたいときはいいんですけど、今回上に塗っていく絵の具である程度下地の色を透かして見せたいところがあるので、ちょっとあんまりこの粒子をベタっと取るのは嫌なんですよね。今回僕の何言ってるかわからん僕のイメージではね。はい、じゃあ塗っていきます。どうしようかな、これね、葉脈を、葉脈を後でどうするかによっても変わってくるのね。半々に分けて葉脈を残す塗り方でもいいし、でも今回はでも行こうか、上からね、こんな感じで薄く塗って、で熊取り筆で、ちょっと水多いな、熊取り筆でこうポンポンと押さえるようにこうぼかしていきます。この熊取りのね、水の含ませ加減も難しくて、こう筆跡が残らんように見えてますぼかしていくのが難しいですよね。よし、下図を見ながら葉っぱがどんな風になってるかも確認しつつね。で、基本岩絵の具はあの、なんていうのかな、活筆で塗るっていうことはあんまりないです。こう柔らかく塗っていくことでベールをかぶったようなね、優しい感じが出ますね。でね、あのかすれ気味に塗っていくとね、筆跡と汚くなっていくんですよ。で、ここ描きたいけども、ここ描いてったらこっち濡れてるとこと隣接してるので、今は描かんとこっち描きます。この葉っぱと葉っぱの重なりの部分とか、そういうところに濃い色をさしておくと重なってるところがよく表せますね。いや、なんか BGM ちゃうわこれ、変えよう今度全然イメージと違うわ。どこ塗ろうかな、塗りにくい時はちょっと変えたりしてね。あ、あぶね。あの、僕思ったんやけど、こういうのもいいけど、なんか、もっと簡単に日本画を考えてほしいので、あの、マンダラいいかなと思って。簡単な図形のマンダラを、あの、ね、線を骨書きで書いて、その区切ったところを塗っていくみたいな。そしたら皆さんもしやすいし、動画も短くまとまるのではないかなと。この粒子がある絵の具をね、ぼかしていくのは難しいんですけどね。まあ、ムラが気になっても何回か塗り重ねしてると、気にならなくなると思います。暑いな今日で暑ない。で、このね、こうやって上から岩絵の具塗ってる時に下地がこう吸収してしまったり、あと弾いて上に綺麗に乗らないみたいな時は、ニカワが濃いか少なかったかのどっちかなので、こ うまく綺麗に上に乗ってくれてる状態やと、ちゃんとニカワ分が調整できてたっていう証でもありますね。どうしようかな。で、ここの葉っぱはちょっと大きいので少し多めに含ませといて、ギザギザがあるな、これな。多すぎた。
で、ほんま言うたらこの下地ももう少し塗り重ねてからでもよかったんですけど、なんかこの黒が透けて見えちゃってるのも悪くないなぁと思い始めて、ムラムラや。まあ何回か塗り重ねてるとムラは気にならなくなるので。こうやって隣り合うところを避けつつ塗っていきます。何やったっけこれ、威風堂々やったっけ。全然合わへんな日本画と。どうでもええけど。どこが今画角に入ってるのか見づらい。よし。あ、ここ塗り忘れてる。この翻ってるとこ。こういうこともあんねんな。結構ね、あの水を味方につけてね、たっぷりめにいっても、てかいった方が日本画はいいと思うんですよね。あ、綺麗ですか、ありがとうございます。このように薄く重ねていった方がなんか下地を潰さずにね、絵を進めていけるので、こってり塗ってしまうとね、下地を何のために塗ったんやっていうねことにもなってしまうので、そこら辺難しいとこなんですけどね。どうしようかな、まだ乾いてえな、そこ。塗りにくいなこれ。そこ行こうか。サッカーの音楽ちゃんこれ、ワールドカップ的な。これもクラシックなんや、知らんかった。ちょっと待ってよ。ちょっともう作業スペース狭いのがイライラするな。しゃあないけど。もっと広いアトリエ欲しいな。ダダダダーン。日本画ってやっぱスペース取るんですよ。あの洋画みたいにね、イーゼルに立てかけて作業できない分ね、どうしてもこの作業スペースの問題があるんですよね。だからあの印展ね、印展の作家さんみたいに150号とか200号の作品書こうと思ったら、もう家の段階で無理なんですよね、貧乏人は。置かれへんもん、あんな平置き。だから日本画家の、有名な日本画家のアトリエはみんな広いですよ、やっぱり。平山郁夫さんとかすごいよ。めちゃくちゃ広いアトリエ持ってはったよ。
まあ、平山さんもね、いろいろ言われることもあるんですけどね。で、僕すごいと思うけどね、単純にあんなシルクロードをね、全部自分で回ってスケッチしてね。僕多分一番最初に見た日本画、生で見た日本画が平山郁夫さんのやつやったと思うんですよね。こんなザラザラなんやって思った記憶があります。100号作ってるんですか？すごいですね。もう、なんか足の踏み場とかない感じじゃないですか？うち100号、この僕の部屋に入るかな？いや、入らんな。物どけたらなんとかならんこともないみたいな。広いアトリエ欲しいですよね。あと、広いアトリエに、あの、理科室でね、あるような広い、洗い場。あれが欲しいわ。日本画はね、ものすごい洗い物増えるんですよ。絵皿とか筆線とかね。ちょっと狭い洗い場やと、厳しいもんがあるんですよね。あ、佐藤大成さんね。あの、僕、あんま言わん方がいいかな、これ。佐藤大成さんの福知山の方なんですけどね、あの方。結構近くに佐藤大成美術館行けるんですよ、僕。あの方の絵もすごいですよね。何回も生で見たことありますけど。あの人もね、あの人は、あの人あれか、日展か。日展じゃなかったかな。花鳥風景画っていうね。花鳥画と風景画を合体させたような絵を描く方ですよね。玄関もそうですね。あの、入らないですからね、まず。僕もあの、50号のパネル頼んだ時に、それですらびっくりしましたからね。これやばーみたいな。窓から入れんなのちゃうみたいなね。どうしようかな。佐藤大成さんとか結構マニアックですね。いや、そんなことないけど、有名な人やけど。別に僕嫌いな画家とかいないんですよ、全然。まあ嫌いって、その好みじゃない画家はいますよ、たくさん。でも好みじゃないにしても、やっぱり見てたら、ああ、こんな表現の仕方もあんねやっていう感じでね。別に、こいつ嫌いやわ、みたいな、ないんですよね。でもね、一つだけこれ、今、制作ついでに言っときますけど、小さい、やったら初心者の方は描きやすいんじゃないかっていう思うと思うんですけど、やっぱ画面が小さくなると塗る面積もちっちゃくなるので、そうすると塗ったりぼかしたりする作業が今度難しくなってきます。だから、なんて言ったらいいんかな、画面大きくても、あ、ちっちゃくても葉っぱが広かったりね、花が大きかったりした方が塗っていきやすいんじゃないかなと。うわ、なんか LINE 来た。これさ、いつも思うんやけどさ、一応モバイル通信のあれは切ってあるんですけどね。Wi-Fi だけにしてあるんですけど、LINE の電話とか入ってきたらこれどうなんやろ？ライブ中断されるんかな？霞あみに衝撃を受けました。あ、あの、霞あみが、確かあの、佐藤さんの出世作でしたよね、確か。なんか鳥をね、なんあれ、どういうことなんやろ、あの霞あみって。なんか空をバックにね、鳥さんがいっぱいこう、網に引っかかってるみたいな。僕もあれは、構成的に面白いなって思いましたね。あれ、なんやろ、鳥さんを捕まえる、あれか、
農家の工夫なんなんやろね。で、岩絵の具使うときは、濃ゆく塗るとかいう意識がなくて、あくまでどれだけ粒子を筆にすくうかで、この濃淡って変わってくるので、そこら辺がちょっと難しいですけどね。だからポスターカラーとか水彩画に慣れてると、この濃淡つけるのにすごい苦労すると思います。日本語始めたばっかりの時は。ちょっと待って、くるくる回してごめんなさいね。LINE があっても中断、あ、そうなんですか？携帯画面お知らせが出ないように設定してるけど。ああ、そっかそっか。なるほど。僕ね、ちょっとほんまにね、YouTube やっておきながら、全然機械のこと。もう機械って言ってる時点で、うすうす察知されると思うんですけど。ほんまダメなんですよね、そういう系の話。ありがとうございます。これどうなってるの？ここ、手前に来てんのか。こういうとこもね、下図を見つつやっていかないと。こう塗るっていうより、こう、置くって言ったらいいかな、こうね。もう塗る感覚から離れた方がいいですよね、日本画の時はね。ここら辺すごい難しいな。これはね、多分二度塗り三度塗りしないとムラムラになってるのであかんと思います。今こんな感じですね。ちょっと立体感ついてますね、でもね。これは葉っぱの手前とか後ろっていうのをこう、めっちゃチーピー泣いとる。手前にあるのか後ろにあるのかみたいなのね。感じつつ描かないと立体感に乏しい絵になってしまうので、なんでこの怖い音楽ばっかりなの？怖いねんけど。これね、フリー音源、著作権フリー音源のとこで撮ったんですけどね。なんかあれかな、ほのぼの系とか怖い系とかであったんかな、もしかしたら。何もミントダウンロードしてしまったけど、怖いって。今度変えとこ。ひたすらこんな感じなんで地味ですよね。ごめんなさいね。僕がこんなモチーフを選んでしまったからやけど。次からね、この作品が終わったら、次からもう、1話2話で塗れるような、めっちゃ簡単な、やつもやろうかなと思ってます。なんかそれも面白そうでしょ？ザザザーって塗っていけるようなね。なんか考えて。あ、なぎさんこんばんは、おこしやすです。前回の日本画をさらに進めていってます。まあ、もっともっとね、ムラをなくしたいんやったら、こんな、たっぷりの水で塗らんと、うまいこと粒子をね、すくい上げて塗っていったら、もっとムラはなくなるんですけどね。そんなんしてる時間ないしね。正直。ここ塗ろうか。いや、書きにくい。ちょっと待って。よし。ちょっとほんまね、この1週間ぐらい気持ちがちょっとね、せわしなかったので、結構ね、皆さん
心配していただいたと思うんですけど、ほんまにもこうやってね、動画作ったりライブやったりする時間が何よりの僕の癒しになってるのでね。頑張っていきますよ。なに、チーピー切ったん？チーピー切ったん？チーピー切ったんかいな。今日もね、盛りがついとってね。めちゃくそうるさいんですよ、家の中で。チーピーさん。そうそう、こういう音楽が欲しいね。え、にゃあBGM はちいちゃんの声が最高。ありがとうございます。いやでもね、すごいパンチのある BGM ですよ。もう夜中とかもね、うるさい時はうるさいし、結構起こされたりなんかして。隣のおばちゃんね、もう隣のおばちゃん寝てんちゃうかな。結構お年の方やからな。あ、切ったん？チビ切ったんかいな。踏むで、やめて、怖いよ。めっちゃ怖い。チビ。うん。ちょっと踏まんといてな。ええけど。踏みそうやわ、なんか。平気で踏んでくるからな、人の描いてる絵とか。ちょっとやめて、スリスリせんといて。ちょ、やめて。やめて、やめて。うん。え、どないなってんのこれ。こうやってたまに下図と比べながらね。そうやないと結構ね、塗ったりね、してるうちに、どこがどうなってるか、わからなくなってくるので。チーピー切ったん。切ったん。切ったんやけど、ちょっと、日本画の時は切てもったら困るね、さすがにね。踏まれたら終わりやで、みたいな。あ、ツラ切ったん？ツラちゃん切ったん？あら、珍しいやん、ツラちゃん。あの、動かないと言われているツラちゃんが。あ、どっか行った。見に来ただけかい。肉は薄いか、大丈夫か、大丈夫やな。こうやってね、水筆で塗っても取れなかったり剥げなかったりしたら肉はバッチリです。ちょっとずつね、上に塗っていく、先言うたか。岩絵の具っていうのは肉は分をね、少なくしていかな、ひび割れを起こしたりするんですけどね。これを怖がるあまり、上に塗る岩絵の具にニカワを加えなさすぎて、全然ニカワ効いてなかったみたいなことが、僕も何回もあるので。その辺が難しいんやね。ほんま日本画ってもう、ニカワに尽きるよな。日本画の何が難しいって。ニカワ加減に尽きるよな。ちょっと。いやー、ゲームもしたいよなー。ほんまね、なんか今もしたいゲーム何個かあるんやけど、手つけんのが怖いっていう。なんかやり始めたらやりたいじゃないですか、ドラクエでもさ、バイオハザードでも。そんな1週間に2、3時間しか時間取れへんのにやり出してしまうのがちょっと嫌なので、セーブしてるだけで。僕結構ね、
昔はめっちゃゲームしてましたね。ゲームしかしてなかったな、逆に。しかも僕引きこもりやったからさ、引きこもりプラスゲームの威力知らんやろ。毎日ほんま、ようあんだけ自分でもゲームできるなって感心するぐらい。何時かなってたよな。朝起きて、ゲームのためやったら朝起きるのも全然できるから。朝起きて、夜までずっとやってたよな。10時間以上やってたよな。あ、意外ですか？そんなことないんですよ、ほんまに。ねえ。小中学校と不登校でね、僕。まあ、絵も描いてたけれども、ゲームの方が多かったかもしれん。腕が上がったんじゃないですか。なんのでしょう。ゲームの。ゲームちゃうな。よし。結構ね、あの YouTube も僕に届くまでにコメントのラグがあるんかな。何秒ぐらいあるんやろ。5秒ぐらいあるんかな。あ、ゲームね、でもそんな僕でも、うまくなかったですね、あんまり。どうなんやろ、うまいんかな。格闘ゲームとかもしましたけどね。でも、うまいって言っても、もう今のさ、うまい人って、すごいじゃないですか。もう、人知を超えてるっていうか。昔は漫画ばかり。ああ、そうなんですか。僕は逆で、漫画を描いたことが一度もなくってね、最近練習し始めるという。まあ、漫画じゃないけど、イラストね。で、漫画、イラストみたいなの描ける人、すごいと思うけどな。僕、でっけへんわ。誰、漫画が好きやから、あんな風にうまいこと描けるんやろね。今だって小学校高学年とか中学生でもねえ、タブレット使って一丁前の絵描いてるもんな。どこで覚えたって思うんやけど、やっぱあれもね、好きこそもののなんとやらでね、自然に覚えていくんでしょうね、あれも。あ、こんばんは、マッキーさん。ノータン、そうなんですよ。あの、こないだ塗った下地を潰さないように今回は塗っていこうかなって持ってます。何掘ってんの？めっちゃ掘ってんねんけど、チーピュー。畳を掘ってんねん。なんか1円ぐらい出さんかいな、探し出さんかいな、そんなの。畳掘ってばっかり、どっか行った。水墨画の似顔絵、すごいうまいです。ありがとうございます。あ、インスタの方で。ありがとうございます。インスタね、全然更新できてないわ、最近。あの、一応、あの、僕の中では結構ね、いろんなプラットフォームに僕手をつけてて、何やってるかな？ブログやってるでしょ？んで、ツイッターやってて、インスタグラムやって、あら、BGM 途切れた。なんで？で、YouTube やってるやろ。で、Facebook やってるやろ。やりすぎなんですよね。で、一応、その、それぞれに役割みたいなのを僕は決めてて、Twitter はほんまに自分のなんか、なんていうの、趣味。なんてことないことつぶやいたりしてるんですけど、ブログはなんかほんまにちょっと僕の思いをね。まあ思い、まあしょうもないことばっかり書いてるけど。文章で、長い文章でしか表せへんことを書いてみたり、作品の紹介したりね。ほんで、Facebook は、まあ、ね、Facebook の役割を決めてないな、別に。宣伝が多いかな、普通に。
んで、なんや、インスタグラムは、そのやっぱビジュアル系なので、なんていうんやろ。ちゃんとしたやつを載せたいんですよ。絵でも、雑貨でも、これはできた、これはちょっと見てほしいっていうのしか載せたくない、ないから、それやからちょっとね、インスタグラム更新頻度が全然、ストーリーズっていうね、一日で消える動画じゃないわ、画像みたいなのは、載せてるんですけどね。なかなか、更新できへんねんな。このクマドリ筆のね、水の含ませ方難しいわ。あんまり、含ませすぎたら、ドボッといったらね、ブワーってその水で粒子が向こうへ行っちゃうんですね。ここも若干なってしまってるけど。ん？手広い、そうなんで、なんかいつの間にかそうなった感じですね。Facebook は変な人が来るときは、あのね、Facebook は変な人っていうか、なんかね、外人さんがやっぱどうしても来るんですよね。で、別に僕全然 Facebook やり始めた時にそういうこと知らなかったから、承認みたいなのが来るんですよ。承認、なんていうのかな、承認欲求じゃない、ない、承認欲求じゃないわ。承認を求めるみたいなね。僕がだからそれ許可したらお友達になれるんですけど、僕知らんからさ、その外人さんね、全然面識もないし、誰やろうと思いつつ承認を求めてますって来たから、ピコって、何も考えんと承認したんですね。そしたら、DM みたいな感じのところが、メッセージっていうんかな。第三者に見られへんような、その当事者同士でメッセージのやり取りできるみたいなとこに、ハローみたいなの来てね。なんか、おっちゃんやったわ。おっちゃん。何人かわからへんけど。来て、なんか、君は何をやっているんだいみたいな感じで言われて、何やってるんだいって言われても、うん、まあまあ、今、なんかこんなしてます、みたいなこと言って、としたらなんかすごいんですよ。めっちゃ話続けてくるね。なんか、僕はここに住んでいて、こんなものが好きだけど、君は何が好きだいみたいな。めんどくせえと思って、途中までなんかまあまあ言うてくれたらしいと思って答えてたんですけど、それがね、次の日も来んねん。ハロー、君は今何してるんだい？いやもうこれちょっとさすがにしんどいわ思って、無視してたんですね、もう気づかんふりして。ほしたらやんか、なんかめっちゃ来んねん、メッセージで。なんで君は、僕のメッセージを、無視スルーするんだい？みたいな感じで。うわ、あかんこれと思ってね、別にブロックはしてないですけど、無視してたらもうそのまま、ね、何も来なくなったんでしてるんですけどね。変な人っていうか、そういう感じは何回かありますね。なんなのね、あれ。なんかでも聞くところによると、そういうの調べたら、なんていうんやろ、ちょっと危ないこともあるらしいですよ。特にそういう日本人とかを狙って、なんていうのかな。なんかビジネスに話しつなげたり、あとビザをね、なんか取る。お手伝いしてくれへんかみたいなことも言われたりする人もいるらしいですね。気ぃつけんとね、やっぱりね。あ、全然来てなかった。あ、下準備大変ですね。クジャクサボテンの花を水彩で描いてみたらうまくいなく、あ、サボテンも難しいですね、でもね。クジャクサボテンってどんなんやろ。水彩画って難しいですよね、でもね。器用ですね。雑貨の作品。あ、ありがとうございます、エルさん。今、兄が来ましたが、うまいこと言って帰ったら、なんでなんですか？いいじゃないですか、お兄さん。かわいそう。いや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 、なんか用事があったんじゃないんですか？そんな僕の動画なんか、見てるよりも。お兄さん、かわいそう。あ、そう、メッセンジャー。そうです、メッセンジャーですね。レモングラスさんもされてるんですよね、確か。国際ロマンス詐欺。いや、おっちゃんやで。おっちゃんやで、おっちゃん。いや、ほんまでも怖いですよね。外人さんは別に差別してるわけじゃないけど、やっぱりちょっと、
危ないこともあるよっていう意識は持っといた方がいいと思いますよ。断然やっぱりそういうことに誘われるケースもあるみたいですからね。あとなんか小包みたいなね、何が入ってんのか知らんけど、小包の受け取り受け子みたいなね、してくれへんかみたいな、Facebook で言うてくるやつもいるらしいですからね。ちょっと怖いよね。まあ詐欺の手口も巧妙化してますからね。皆さんも気をつけてくださいね。なんかあの噂によると、オレオレ詐欺に一番引っかからなかった大阪が最近引っかかり出してきたっていうね。詐欺師も賢いからな、いろいろ手を変え品を変えしてくんだよな。だってあの給付金詐欺みたいなのも今あるらしいですね。給付金あのね、口座入れるから情報教えてみたいな、そういうのしてけへんからね、電子では絶対に。だから賢いんやと思うで、ほんま詐欺師って。そういう時勢ね、時勢にも詳しないとあかんし、それどうやったら今のその状況を利用してお金取れるやろって考えを巡らしてるわけやからな、あいつら。ある意味賢いよな。そこをもっと A 方になんで生かさへんねんと思うけど。どうなってんねこれ。手前に来てんのか。手前に来てんのよし。運動会やわ。めっちゃ嫌やわ。運動会の時、あの、机とか椅子を持ち出さんなんのが嫌やったもんな。一応僕ね、学校行ってないことはなくて、なんて言うんやろ。ミディアム不登校みたいな感じやったから。行ける時は行ってたので、運動会とかも全然普通に参加はしてたんですけどね。もう、5、6年生になってくると、なぜか、2階とか3階、2階か。校舎の2階に、いたので、その椅子をね、子供たちがその、グラウンドに運ぶっていうのがもうめんどくさかったし、あれ危ないと思うわ。あんなこと今、さしてんのかな？椅子抱えてね、あんな階段。もう今、もう様変わりしてんだよな、学校の対応もな。体罰はあんまなかったけど、でも普通に頭叩かれたりはしたからな、僕ら世代でも。今絶対あかんねやろ、そんな。頭叩かれなんか普通にあったよ。かけっこ。そうです、かけっこの歌ですね、さっきのね。ミディアム。そのままミディアムなんですよ。めっちゃ優しくてね、僕の小学校の友達は。普通なんか結構そういう、なんていうんやろ。問題児やんか。不登校なんて。僕の学校では不登校の子あんまり2人ぐらいしかいなかったので、結構問題児やけど、そんなキーの目で見られることもなかったし、来たら、あ、つららくん来たん、みたいな感じで、チピ来たん、みたいやけど、言うてくれたりね。ほんまね、僕環境と運には恵まれてるなぁと思うんですよね。そうですね、立体的見えます？よかったよかった。まあ立体を意識して塗るときもね、影とかつけてった方が。あ、藤原和恵さんこんばんはです。おこしやすです。写真見て書いてないですよ。あのね、一応こういうスケッチね、スケッチでかっズームしとった。これスケッチを見ながら描いてます。でね、あの写真も
よくあるじゃないですか、その写真を見ながら描いていいんですかとか。全然なんかそういうのをしてもいいと思うんですよ。ただか一つ言えるのは、全部写真からの情報だけでやっぱり描くと、ちょっとやっぱりなんていうのかな、雰囲気が、その花の持ってる雰囲気とかが、細かいこと言うとですよ。まあ、初心者というか、ほんまに絵描き始めの練習ぐらいは別に全然写真だけから描き起こしてもいいと思うんですけど、やっぱりね、その作品に思いを込めるとか、そういう段階になってくると、やっぱり一回はスケッチしておいて、写真見るにしてもその参考程度に、全然プロの画家さんとかでも写真見て描いてますからね。そんなん別にこだわることないし、写真見たらあかんとかいう画家の人はちょっと頭古いかなって僕はね。まあそれもそうなんですけどね、やっぱ写真からやと全然情報量が違うからね、わかるんですけどね。先生のどう、先生じゃないですよ僕は。ありがとうございます。あ、ほんまかしますか。そうですか、なんかそう言ってくださる方が多いので僕も嬉しいんですけどね。まあ確かにね、なんやろ、おしゃれ度ゼロやもんな僕の動画。たまにね、なんか水墨画とか水彩とか日本画やってる他のね方の動画も参考にチラッと見ることはあるんですけど、おしゃれやなと思うもん。なんかもうね、出だしからおしゃれ。喋り方もおしゃれやわ。こんなコテコテの関西弁の人おらへんの。さあ、だいぶ色が入ってきましたね。もう1時間経ったん。やばいな。これ終わるんこれ。いやだからちょっとね、こうやって公開は一応するけれども、一段落を終えた時点でやっぱりちょっとオフレコでも進めていかんとちょっと無理やんね。この生配信だけで日本画を仕上げてしまうっていうのはね、まあ一個一個のもちろんその段階ごとには生配信でお見せしようかなとは思ってますけど、例えばこの陰影を入れる段階やったら、一回お見せしたら、もう、僕が、個人的にね、カメラ回さんと進めていったりする形を取らんと、ちょっとね、厳しいと思うわ、これ。ちょっと一回全体見とこうか。多分何回か、あと、1、2回は、塗り重ねんとね、ムラが目立つと思うんだけどね。なんか葉っぱのみずみずしさとか出てきたと思いません？よいしょ。なんか夜に浮かび上がる感じでね、やっていきたいなと思ってるんですけど、これもね、塗りすぎたらね、日本画も良くないからな。ほんまね、こう、K がね、猫飼ってるとね、この時期特にね、すんごい K なんですよね。もう、K と日本が最悪やから、組み合わせ。この岩絵の具がね、ムラになるんですよね、K が入ってると。で、塗った後に K 入ってることを気づいて、うわーっと思って、その K を取ろうとすると、せっかく綺麗に塗ってきたのに、ムラになったりね。だほんまアトリエって欲しいわ。僕だってこれ住居兼アトリエやから、どうしたって入るもん。でも離れにアトリエがあったりしたらさ、動物をそこに入れんと、みたいな。絵だけの設備にできるやん、アトリエがあったら。もうそんなんめっちゃ憧れるわ。
何が欲しいって言ったら、僕別に物欲そんなないんやけど、アトリエだけ欲しいな。あ、ありがとうございます。素敵ですか。ありがとうございます。いい感じですか。よかったです。どうしてもね、一人で、進めてるとね、疑心暗鬼になって、これどうなんやろうとかね、文字ずっと見てるとほら、ゲシュタルト崩壊って言ってね、ほんまにこの文字がこれで合ってるんかっていう簡単な感じとかね、例えば行くっていう感じも、どっかへ遠足に行くとか行くっていう感じもずーっと見てたら、あれこれでお出たっけみたいになってくるんですよね。あれと似た感覚が絵にもあって、ずーっと絵とこうね向き合って、自分の絵と特に向き合って描いてると、でもこれあんまこここんな風にせん方がいいんかなとか、もうどんどん泥沼に。でもね、一晩寝てみたら、ああ、そんな悪くないやんって思えたりもするんですよね。だから、絵を仕上げるときは、描いたその日じゃなくって、これでいいかなと思ったら、そのまま置いといて、まだ楽観署名せんと、一晩寝てから、もう一回朝見て、決めた方がいいですね。完成にするかどうか。そうやないと、脳が興奮してるときに、これでええわって言ってね、署名済ましてしまうこともあるので。あ、ポポリンさんありがとうございます。レモングランさんわかるでしょ？やっぱりね、絵を描いてる方なら。わかると思います。もうどんどんわからなっていく、ほんまに。しようかな。あれ消えた、消えたな BGM。 なんで、あれちょっと待って、なんで消えた、ん、どないした、あれ。ちょっとごめんなさいね。なんでや、なんか BGM ないとね、別に一人やったらええんやけど、シーンとするの嫌やから。作業中はどうしても BGM が僕は欲しいんやけど。バッテリー切れたんかな？あ、いたいた。よかった。すいません、濃淡で深み感じますか。ありがとうございます。まあどうなんやろう、ベタッと塗るのもねありなんですけどね。今回はなんか、まあ、なんやろう、その時その時によって塗り方って僕変わっていくんですよね。これはなんか意図せずなんかいい感じになったからあえてムラを残そうとかね。でもこの段階になってくると、もうなんか元の本実物の色とかそこまで重要じゃなくなってきて、もうイメージの世界ですよね。まあかといってね、そんなん葉っぱを紫に塗るとかね、まあそれもありやけどね。そんなんじゃない限りもうイメージでここからは進めて、スケッチは参考程度に書いていくっていうことが多いかな。日本画ってどうしてもほら、岩絵の具って
その水彩画とかと違って色を混ぜて塗ることって基本しないので、あんまり混ぜるといってもその重色とかはあるけど、実物の色が出せないんですね、出したくてもそんなに。だから日本画って抽象的っていうかね、リアリズムできないんですよ日本画って。やりたくても、魚種とかは頑張ってたけどね。垂らし込みはよくやりますか？垂らし込みもでもたまにしますね。垂らし込みは難しいですよ、でもあれもね。粒子がやっぱり岩絵の具重いから、ほんまね、水の技なので、垂らし込みはもうあれは手慣れてないとなかなか。僕の前も言ったかもしれんけど、一番尊敬すると言っても過言ではない日本画家の前田青村さんが近代の垂らし込みの名手と言われてましたね。もう作風がほぼ垂らし込みで、やっぱり宗達とかに影響をだいぶ受けてはるので、前田青村って知らないでしょ、めっちゃ古い。昭和初期から、あ、昭和初期じゃないわ、明治から昭和でもだいぶ生きはったからな、90何歳まで生きたんちゃうかな、9歳ぐらいかなの画家やから古いんですけどね。作風もやっぱ古いんですけどね、なんか武者絵描いたり歴史画家みたいな風に言われることもあって、でもね、すごい筆さばきはすごいんですよ。ちなみに平山郁夫さんの師匠ですね、前田青村さん。そういった面でリンパの絵が好き。そうですね、僕もだからあえて色を置き換えて描くっていうデザインですよね、ほんまに。だから、外国でアルヌーボーとかが流行ったじゃないですか。でも全然日本の方が早いからね、ああいうことしてたのは。デザインにしてしまうっていう。それも多分日本画材のこの、なんていうか、使いにくさからも来てると思うんですよ。グラデーションとかつけられへんから。つけたくても。だからああやってベタ塗りになったっていうかね、そういう側面も大きいんじゃないかなと思うんですけどね。で、これどうなってる？これも葉っぱか。ほんまね、葉っぱか額か分からへんっていうかね、下図を参照しながら進めないと。ん？チーピー来たぞ。チーピー、来たん。チーピー来たんかいな。ん？何してたん？何してたんって。猫に何してたんもないけど。岩絵の具は混色するより塗り重ね塗りの方がいいですか？いや、混色もできて、実は。例えば、岩絵の具って粒子がありますよね。で、番数が振ってあるじゃないですか。10番とか8番とか。で、その粒子の番号が同じもしくは近いもの同士の絵の具は簡単に混ざりますね。混ざるって言ってもほんまになんて言うんだろうな。例えば、青と黄色を混ぜたら西洋絵画では完全に緑になるじゃないですか。でも岩絵の具は粒子なので混ざるっていうよりかは、なんて言うんだろう。その、目が複合して見てるというか。まあ前も言ったけど、スーラーっていう点描画家を思い出していただければわかると思うんですけど、スーラーってね、緑で描いてないんですよ。緑の部分を。青と黄色の点描を並べて、その視覚効果で緑に見せてるんですよね。あれに近いイメージかな、岩絵の具のその混色って。骨画器の白いラインは、見えないように綺麗に塗りつぶしてしまうんですか？あのね、それは描き方によって違うと思います。線を残すと、割と古典的なイメージになるかな。あるんですよ。彫り塗りって言って、
お堀ってあるじゃないですか。お城の周りとか囲ってる。あんな堀のように、こう、骨書きの線を残して、あえてその線をね、装飾的に生かすっていう、堀塗りっていう方法がありますね。で割と最近はなんかそのあんまし、あ、でもどうやろな、そういうところも古典回帰じゃないけど、割と若い作家さんも、してるの見たことあるな。でもほら、なんか東山魁さんとか知ってます？風景画家の有名な。ああいう方は彫り塗りしないですね、全然。どっちかというと西洋風の表現なのかなと思うんですけど。描き方によりますね、それは。僕は今回ね、骨書きの線を潰して塗っていこうかなと思ってるんですけど。どうも運動会やわ、これ嫌やわ。ちゃうねん、僕のイメージは。もっとこう、まったりとしたイメージやったんやけどな。めっちゃ玉転がしやん。ここはどうなってるんや。葉っぱか。え、これ葉っぱ？ほんま？葉っぱか。葉っぱや、葉っぱや。結構こうやって塗るだけでも時間かかるでしょ。もう対策なんかになってくるとこんなん何百工程と繰り返してね。作風にもよるけど。何百回塗り重ねるとか言いますもんね、平山郁夫さんとかの絵は。これなんでんねん、これこれ何、これ何のつもりで描いたの。あ、これも葉っぱなんか。本人が分かってへんと。めっちゃ玉転がしやです。ときました。玉転がし、あの玉転がしってそういえばあれなんなん、中身あれ空気入れてたっけ。あんなでかいの、どこ置いてあったんやろ。なんか体育館の横にね、倉庫みたいなのがあって、そっから出した覚えはあるんやけど、確かあれ、空気入れるとかそんな代物じゃなかったよね。まん、ごとやんな、あれ。ごと転がしてきたイメージがあんねんけど。まあ、あれもでも考えたら危ないよな。結構重かったで、あれ。ドーンぶつかったら、あばらの2、3本折れそうな。よし、ちょっと見てみようか。全部塗り渡ったぞ。よし。こんな感じですね。まあ、1回目の塗りではこんな感じですけど、ちょっとこれも調整しつつね、もっと、深めたいとこは深めたり、あと岩井の具の特質として、こう、今ちょっとやりにくいけど、剥ぎ取れるんですよ。塗った絵の具を。何回かこう撫でてるとね、ニカワってやっぱ可塑性があるので、水で溶けるから、これ研ぎ出しって言うんですけど、
こうやって何回かこうなぞってると、あ、ちょっとアップしようか。じゃあんまりね、荒らしたくないんやけど、こうやってなぞってると、ほら、取れてくるでしょ。こう、荒いとか研ぎ出しっていうんですけどね。こうすることによっても表情変わるんですよね。で、あんまここちょっと、もうちょっと押さえておきたかったなっていう時は、こう、何回かこう、何回も何回もやってると、剥ぎ取れるんですよ、これ。この効果も大変、日本画ではよくってね。あ、竹で編んで紙貼ってあるんですか？なんでめっちゃ詳しいじゃないですか、長ちゃんさん。あの玉作ってたんですか、仕事で。あれ、でもどこに発注すんのやろな。どこが作ってんのやろ、あれ。あ、竹、なんかそんな気もする。なんか、わかるわかる。なんか竹みたいな芯みたいな入ってそうな気もする。ゆっくりでもいいので、すべての工程。あ、そうですか？ほんまですか？なんかこんなん、だらだらとしてただけで、ちょっと、失礼かなとも思ったんですけど。よかったです。そう言ってくださるんやったら。ちょっとほなら、この上に塗っていくのは、一回これ乾かしたいので、塗り重ねするにしても。今度枝とか、あとつぼみとか枠とか塗っていこうかな。いや、ほんな。そうですよね。そりゃそうやわ。よっしゃ、ちょっと待ってよ。どうしようかな。何色でいきましょう、それ。よいしょ。塗ってから乾燥後を見ると、また色味が、そうなんですよ。岩絵の具って乾いたらね、全然色変わってくるのでね。これいっとく、これ。天然岩、若葉六章。特上って書いてあるな。15g900円。安いな。いつ買ったやつだこれ。特王権さん。ね。まあでも高いって高いよね。ナンバー13。細かい絵の具ですね。だこれも多分、ね、6章って全て同じ石から取れてるんですけど、この部位によってね、これ焼き6章。これ焼いてあるんですよ。天然の岩絵の具ってね、熱すると色変わるんですよね。これ天然松葉六章。たっけ、あ、そんなことないか。30g2900円。だからほら、同じ石でも部位とかによってね、こうやって色変わるんですよね。で、同じ色名でも、発売してる、発売元とか、ロット時期によっても全然色変わってくるので、岩絵の具って一期一会って言われてて、その時出会って、あ、この色いいなっていう時に買っとかないと、次生産されたものはちょっと若干違ったりするのでね。どうしても天然なので。そういうとこも面白いんですけどね。今度は少量でええな。ちょっと絵の具作ります。ほこりがすごい。これ汚いな。僕ね、アクリル絵の具とかも使ってるから、絵皿にたまに汚れがつきっぱなしの時があって。これいいですよ、これ。100均なんですけどね、これ。100均で、絵皿ちゃうんやけど、これ。なんか小皿。これね、このボコボコやから、こうやって筆置いときやすいんですよ。転がらへんぞ、こうやって置いてもね。こう。さらに、絵の具をこう絞るときもこう、使えるっていう。これ確かセリアやったかな？セリアで売ってますよ。焼き6章いいですよね。6章系って綺麗ですよね、ほんまに。僕もね、緑が好きなので、どうしても緑系の絵の具を集めてしまいますよね。ちょっと出そうかな。あんまりいらん、これは。額やから。可愛いでしょ？そうなんですよ。優れものですよ、これ。
なんかね、僕もこれ自分で考えたんじゃなくて、なんかね、ツイッターかなんかで回ってきたんじゃなかったかな、これ便利やで、みたいな。ツイッターそういう面ではね、すご、大変便利、ああ落ちた。大変便利よね。情報源として。細かい絵の具なので、これも、イカはそんなにいらないです。まあね、口で説明できへんもんね、このニカワ加減ってね。でもやっぱり実際自分で使ってみると、あのニカワ入れすぎて、テカったり、色悪なったり、あとニカワ入れなさすぎて、全然定着してなかったりみたいなのね。失敗して、覚えていくもんなんじゃないかなと。僕もだって全然失敗しますもん。まだまだ。テカってもうたでおい、みたいな。全然失敗しますね。でもすごないだってこれ天然の絵の具やでこれ。ねえ、こんな色の石があるっていうのが素敵やん。島田紳助さんみたいだったけど。であとのこう水の加え加減ね。ちょっとしか出してないからちょっとだけで。水とニカワのこの分量も難しいよね。でもね、少量出すときの方がニカワ加減神経質にならんとあかんから、初心者の方ほど要件目に出して作った方がいいと思いますよ。後で、ね、皮抜きって言って、ニカワ分だけ取り除いて、まだ動画見てください、僕の。またサラサラの絵の具に戻すことができるので、遠慮せずに、容器目に作っておいた方が、失敗は少ないかなと思います。メルミットさん、こんばんは。お越しやすです。そうですか、ありがとうございます。ぐだぐだ言いながら、日本画を描いてる。人っていないと思うんですけどね、生放送で。明日はちょっとゆっくりしようかな。何にも予定入れずに。ちっちゃいスプーンは専用に売ってるもの。ちっちゃいスプーン、どれやろ？いっぱいスプーンあるんですよ、僕。これかな？これですか？これはね、水字って言ってね、水さじって書いて水字って読むんですけど、一応、絵の具じゃない、水をすくいやすいようにね。あ、これですか？これね、水字って言います。これ、確か、ね、なんか、どうなる？一番安いんで言ったら500円ぐらいでありますよ、これ。画材屋さんとかで。日本が扱ってる画材屋さんとかでありますね。でもちょっと、なんやろ、この、これ銅製なんですけど、こういうのになるとちょっと高いですね。高い言うても1800円とか2500円ぐらいだと思うんですけど、銅の方がね、やっぱり殺菌効果とかあって、ニカワすくうのにはいいんじゃないかなと思うんですけどね。確かこのさっきのこれは、真鍮製やったと思うんですよ。だからサビとか、なんか変色が来てるでしょ。これは主に水すくうために僕は使ってますね。音がいいでしょ、これ。シャポーン。すごい、そうだね。沿ってるのは多分ね、こう水すくいやすいように特化してるんじゃないかなと思います。まずね、日本画ってね、画材が美しいんですよ、ほんま。見てるだけでね、幸せになれるんですよ、なんか。まあ、それは水彩のね、道具とかも大変美しいんですけど、なんかね、日本画独特の、なんか、あでやかさ、みやびさってありますよね。ちょっとこう、乾いてるかな？怖いけど、置いてみて。これね、つぼみと、茎の部分、一緒の色で塗ります。いや、もうこの BGM 嫌やわ。物々しいわ。
全然そんなイメージちゃうもんだっけ。そうなんですよ、殺菌効果。昔からね、あの牧地って言って炭溜めておく容器も銅製のものが一番特徴とされていて、それはなんでかって言ったら殺菌なんですよね。よくほら、生け花とかさ、あの花瓶に花いけるときに10円玉を一緒に入れておくと水腐りにくいみたいなね、あれも同じ銅の殺菌効果なんですね。どう塗っていこうかな、すごい悩みは。そこの額の方を塗ろうか。よし、結構細かいとこ塗るときは神経使うね。で、今度はこっちから。よいしょ。もう塗るっていうより、ほんまこう。あ、なんか濡れてた。やばい、手ついた。やばいやばい、危険やん。そういう時もあんねんな。よう乾いてからほんまはね、一個一個の作業進めた方が無難ではありますけどね。もうそんなんしてたらライブでは追いつかへんからな。私の住む地域、日本画材扱ってる画材店がほとんど。そうですよ、僕もそうですよ。実店舗ないですよ、僕の住んでる地域に。田舎は困りますよね。もうほぼだから通販か、京都行ったら京都のね、丹精堂さんとか、何やったっけ、西雲堂さんか。仕入れるみたいなね。方向堂さんもあるね、烏丸大池やったかな。あそこもいいですよ、すごい。西雲堂はね、ちょっと僕入りにくいんですよ、あれ。あの面構え。なんか入ったら変わんな、みたいなとこ苦手なんですよ、僕。日本画材店ってね、そういうとこ割と多くてね。大阪の、心斎橋の丹精堂さんとか、そういうとこはまだ入りやすいです。観光客も多いしね。いや、トップ3に入るな、西雲堂の入りづらさったら。あ、音楽なくても大丈夫ですか？ほんまですか？気が散られるな。ね、違うんですよ。音楽、チョイスをミスったかなと思って。まあなんか BGM あった方がね、シーンとしてると、あれかなと思って入れてみてるんですけど。現在同じ回、岩で書いてる際、あ、そうなんですか、横目見ながら、あ、そういうのいいですよね。前も言ったけど、その、ね、この自粛期間中、学生がモチベーション保つために、みんなでオンラインで勉強しようと。別に教え合うとかそんなんじゃないんですよ。なんかみんながやってると、やる気も出ましょう、みたいなね。なんかそういう発想がいいですよね。僕もね、プロフェッショナル仕事の流儀っていう番組が一時期すごい好きで、全然絵と関係ない話でも、あれ再生してると、なんか絵やる気出るみたいなことはありましたね。まあ一人でやる絵ってね、もうほんまにね、モチベーションをどう確保するかに尽きるからね、いろいろ工夫したいですよね。一色ずつまとめて塗っていく感じですか？そうですね。まあ時と場合によりますけど、最初のどうしても下塗りの段階って一色ずつ
進めていく感じになるかな。でもなんか最後あたりになってくるともういろんな絵皿にいっぱい解いてちょっとずつ進めていくみたいな感じで、まあ場合によりますね、ほんまにね、そういうのって。そこはどないなってんねや。そうか、ここも茎か。え、ちょっと待ってあ、わかったわかった、そういうことね。そこがつながってんな。確認しながらいかんとね。よいしょ、ちょっと見えへんか。あ、言うの忘れてた。ちょっとそろそろね、僕も、もうね、スケッチ動画を撮りに、そろそろ行きますよ。ほんまだからこれ、YouTube 始めたのね、そういう野外のスケッチをお見せしたいなぁと思って始めたみたいなところもあったので、最初はね。もういいでしょ。どうやろう。スケッチって別にほら、なんかカラオケとかバーみたいにね、密集、三密のとこちゃうから、なんやったら外の方が安全みたいな意見もあるしね。スケッチぐらいええんちゃうんっていう感じするんですけどね。一応自粛してましたけど。そろそろそういう動画も撮りたいなと、室内ばっかりでちょっと僕も、ね、しんどいって言うんちゃうけど。やっぱ外でも撮りたいからね、どうしても。で、アジサイ園に行けたらなぁとか思ってるんですけどね、どうなるかわからないです。あ、そうですか、ありがとうございます、スケッチ。もういいと思いますか、大丈夫ですか。ねえ、ちょっとでもなんか最近またほら、九州の方でまたね、自粛明けした途端、また感染者増みたいなね。ねえ、なんかもう、前代未聞やから、いつからほんならもうこれもう完全にコロナの恐怖から解放ですってなるんやろなーって。ないもんな、そんな。今日から全然大丈夫ですみたいな。ふんわりフェードアウトしててみんなもう忘れていくみたいな収束の仕方なのかな、やっぱり。パパパパーン。パパパパーン。結構ね、いろいろ野外でスケッチできるように、機材はね、工夫して、もう、考えてあるんですよ。めちゃくちゃかっこ悪いけどな。周りの人見てたらすごい。何あれって思うと思うんやけど、でもどうしてもね、やっぱ手元動画撮るのに、野外やと斜めからになってたので、今までね。ちょっと見にくかったんですよ。でも、今考えてる方法でやったら、ほぼほぼ真正面から捉える形になるので、ちょっと見てもらいやすいと思うんですね、前より。ああ、九州住みなんですか、月さん。そうですよね。ちょっと怖いですね、九州の人ね。でもなんか政府は全然、もう一回、何やったっけ、緊急事態宣言出すとかいうのはないって、ね、今のところ言ってますよね。そうやん、梅雨に入りますよね、でもね。また行けねえ、みたいな。僕の住んでる地域、すんごい雨が多いんですよ。もうね、晴れたらラッキーみたいな地域なんですよね。逆に。お、今日晴れとるで、みたいな。それぐらいお天道様がちょっとね、お隠れになる地域に住んでるので、晴れの日ってすごいありがたいんですよね。え、東京もやばいです。所用で渋谷行ったんですけど、そうですよね。なんかでももう渋谷とか、ね、スクランブル交差点とか、
映されてるけど、割ともう警戒心解けてみんなね遊びに行ってますよね。あ、和也さんありがとうございます。アジサイもね、ぜひ、アジサイも僕好きなので、あれも日本画にしたいなーって思ってたんですけどね、スケッチ行きたいなー。黒い背景に入ってそう。あ、ほんまですか、ありがとうございます。僕ね、この黒い背景に描いたのって初めてかもしれん。やっぱりね、でもね、ムラになるわ、すんごい。隅だけの下地なんで、これ。ほんまはね、なんかこう、古墳とか細かい番手の絵の具を下地に塗ってから彩色していくので、そうなるとね、引っかかりができてて、ザラザラの。上に塗る絵の具は割と綺麗に塗れるんですよ、ムラなくね。でもこれやっぱりムラになるわ、すっごい。炭やから、ツルツルやからね。ということで、そのあえてムラを生かした塗り方にしようと思ったんですけどね。よいしょ。あれ？ビジも終わった？あ、終わってんよ。めっちゃ怖いやつやし、しかも。怖いで。なんでこの怖い歌ばっ、あの曲ばっかりなんやろ。もう速攻変えはした。あー、そこどうしようかな。そこだけ色違うな、なんか。そこは塗り残しとこう。ここやな。ほんま言うたらね、こういう時に、ね、自分の好きな音楽流したいけどね。でもあの、すごいね、YouTube ってね、画像とかそういう権利にはそこまで手回らんのかして、そこまで厳しくないんですけどね。こと BGM に関してはすっごいその著作権とか厳しいんですよ。例えばその裏でね、僕のこのね、作業してる間に、例えばミスチルの歌かけながらやってたりしたら、もうね、そのパートだけごっそりカットされたりするらしいですよ。あれ自動でされてるみたいですね、なんか。特に、あの音楽の著作権にはうるさいと聞いてます。でもかと思ったらさ、なんかああいうほら、なんやろ、有名人を描いてみましたみたいな動画いっぱいあるやんか。僕も昔にね、ハイドさん描いてみたみたいな、水墨画で描いてみたみたいな、あげたことあるんですけど、別に全然なんか著作権侵害のなんかあれとか来てないんですけどね。なんかやっぱあんま良くないんやろなっていう意識のもと、そういうことしなくなったんですけど。ほんまでもそういう動画もやりたいけどな。やっぱ有名人とかってみんな見てもらいやすいしね。あの有名なアニメとかね。みんな上げてるけどね、バシバシ。あれはええんやろか。あの中川翔子っておるやん、翔子たん。あんな人たちも、あの人は許可取ったりしてんのかな？鬼滅の刃描いてみた、みたいなね。そこら辺ちょっと分かれへんね。ぜひ鼻歌を。鼻歌ですか。いやでも僕ね、めっちゃカラオケ好きですよ。めちゃくちゃ好きですよ。カラオケもだから行かれへんなったからね、あの、コロナの騒ぎで。カラオケ行きたいわ。あ、ちょっと待って、ここ大丈夫？あ、大丈夫やな。
お箱は、お箱ですか？いや、僕でもね、僕だから、めっちゃ古い歌から、新しい歌歌わへんか、でも。でもね、この間僕あれやで、米津玄師歌ったよ。レモン。あれが精一杯やったわ。しかも、うろ覚えで。古いやつで言ったらめっちゃ古い歌いますよ。僕、細川たかしとかも歌えるし、布施明の、君はバラより美しいとかめっちゃ歌いますよ。昭和歌謡好きなんですよ、僕。村下構造の初恋とかね。あのあたりなんかもめっちゃお箱です。結構幅広いんちゃうかな。80年代、90年代も歌うし。ミスチルも歌うしね。親父か。もうまあまあ、だからあのね、僕もだから、そうなんちゅうの、気心知れた人と、友達とじゃないと、カラオケ行けないもん。だってもう好き勝手歌うから、僕ほんまに。渋い。渋いですよね。いちご白書とかね、もう一度とかも歌うし。でもあの年代の歌ってやっぱいいですよ。なんかもう詩にね、深みがあるよね。またおっさん発言してもった。まだ若いんですよ、僕。さあ、ほんならちょっとこれでどうしようかな。そのここだけね、なんか色渋いっぽいから変えようかな。どうしようかな。迷ってるんですけど。ちょっと変えようか。なんかいい色あるかな。なんて読むやろ。かなほさん。こんばんは。ごしやすです。初めての方ですよね。ありがとうございます。ちょっとね、今ね、ゆっくり。日本が進めていってます。あ、ミスチル好きですか。いいですよね、ミスチルね。僕も最近のミスチルはあんま詳しくないんですけどね。昔のミスチルはやっぱりすごいよね。どうでしょう。なんかこれやったらさっきのとあんま変わらへんよね。木口若葉、これええんじゃん。いやー、どうやろな、もうちょっと。混ぜてもいいけどな。ちょっと混ぜる、さっきのやつ。11番やったっけ。あ、13番か。えらい細かいのやったよな。別に番手が違ってもね、混ぜれることは混ぜれるんですよ。ただやっぱりなんかその、比重が違うからムラになりやすいです。塗るとし、混ぜるとしたら、そのムラを活かせるような塗り方しないと、あんまり番手が違うもん同士の混色は、せん方がいいかなーって、個人的には思いますけどね。いやー、どうしようかな。ん？めっちゃフォーク世代。あ、そうなんですか？中ちゃんさんがそういうことですか？僕もね、一番最初になんでそういう昔の歌にハマったかって言ったら、僕、小田和正さんがすごい好きで、オフコースをすごい聴いてたんですね、めっちゃ。それの関係で、昔の歌を聴くようになって。あかん、ええ色ないな。黄色混ぜるか。これ。新岩やけどね、天然と新岩絵の具混ぜても大丈夫です。ただもったいないっていう感じがするだけで。これちょっと混ぜます。同じ13番やしね。で、混ぜるときも、ここにまんま混ぜるんじゃなくて、やっぱり前ね、水平絵の具に、岩絵の具の質感をプラスするときと一緒で、これもちゃんと、これはこれで溶いてから、三河で混ぜます。よいしょ。ちょっとでいいけどな。
フォーク世代って言ったら何に聞いてはったんですか？吉田拓郎さんとかですか？かぐや姫とかね、全盛でしたよね、あの頃ね。あの頃って僕生まれてへんちゅうね。全然生まれてへんちゅう。あ、かぐや姫、あ、ほんまですか？めっちゃピンポイントでしたね。かぐや姫もめっちゃ聞いてましたよ、僕。あの、神田川が一番有名やけど、もっと他にね、いろいろあるんですよね、かぐや姫も。名曲が。あー、陽水さんね。陽水さんも聞きましたね、めっちゃ僕。彼は天才ですよね。怖いお皿、そうですね。なんかほんま、女子力満載の皿ですよね、これ。チーピー切ったぞ。だって井上陽水さん天才ですよ、やっぱり。誰やったっけ？誰に歌わした歌やったっけ？あの、ダンスは、何やったっけ？なんて歌ったっけ？ダンスはうまく踊れないやったっけ？タイトルがわからん。あの曲なんてもう5分か10分ぐらいで。なんかね、恋人にね、当時の。歌って簡単に作れるんやでって言って。じゃあ作ってみようかって言って作った歌があの歌やっていう。天才ですよね。あ、ごめん、混ぜてるとこ見せてなかったな。ちょっと混ぜてね、黄色と混ぜて、こういうような色にしてみました。これを、ここに、この額ね、塗っていきます。いやー、もう2時間経つね。早い。ちょっと薄いな。叫んどるな、また。あ、また BGM 終わった。なんでこれさ、リピートできへんの、これ。もう、そういうのすらもう、疎いから。卓一作曲、井上陽水さんです。ダンスはうまく踊れない。あ、置いてました？ダンスはうまく踊れないですよね。あ、でも女の人が歌ってたよね、なんか。あ、聞こえてますよ、やっぱり、チーピーの。そうなんですよ。最近ね、あかんのですよ、どうも。で、ちょっとぼかします。あ、水少ない。このね、ぼかしの水もあんまり 多すぎたら、定着弱くなってしまうんで難しいんですけどね、そこらへん。よっしゃ。どんなもんでしょうか。一応でも、ほぼほぼ枝以外は、色入ったんかな、下地の色はね。いや、でもまだまだやで、これ。もうこっからがね、まだまだかかると思うねんな。花も全然ね、ほんまはもっとこれ次だから、次の作業をするとしたら、花をね、5分に墨混ぜたグズミっていうやつで陰影と立体感をつけていく作業になるかなーって思ってるんですけど、どうなるやろな。どうしようかな。ほんまのこと言ったらもっともっと時間かかりますよ、これ。もう葉っぱもまだまだ陰影つけていかんないし、
やー、どうしようかな。今これ、時間あるかな。いや、時間ないな、もう。だって、10分やもん。枝塗っていこうか、頑張って。枝はね、こんな色塗ってみようかな、と。天然の、口いっぱい色。ね、これ。時間あるだろうか。いや、ここだけ塗っときたい。塗ろう。まあ、ある程度進めておきさえすれば、ね。次も作業にスッと入っていきやすいので。こんな感じで出していきます。これちなみにね、これ、なんか骨董屋で買いました、これ。こんなしょうもないやつだけど、なんか気に入ってしまってね、これ。これ、岩絵の具を出すときに使ってます。800円くらいやったんちゃうかな。回数かかっても工程、あ、本当ですか？なんかそういうご意見が多いですね。なんかすごい僕としては、あんまり変わり映えせえへんシーンをお見せし続けるのはちょっと、どうやろうなって思ってたんですけど、そう言ってくださるならお言葉に甘えてぐた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 言いながらやっててもいいかなって思いはしますけどね。美術大学のオンライン授業で、あ、どうなんでしょうね、ほんまに。確かにそれ美大もね、自粛やったんですよね。いや、どうするんやろ、ほんまに、それ。デッサンとか刺すんかな。でも一応、でも美大だって、あれやもんね。普通の科目とかもあるもんね。そういうのは普通にオンラインでできたとしても、その芸術活動は自宅でしろみたいなことなのかな。どうなんやろ。大変やんね。そんなオンラインとかまだしたこともないし、先生もすごい戸惑ってるみたいですよ。やっぱ全然ダメな先生も多いじゃないですか。そういう系に。疎いっていうか。もう、てんやわんやん、みたいな。生徒に教えられつつ、みたいなことも聞きますけどね。まあ僕、あれ、どうなんやろ、ズーム会議、僕も2回か3回、もっとか、参加させてもらったんですけどね。あれなんか、いっぺんに喋ったら音割れるよね。だ、ちょっと、あんな感じなんやったら、ちょっと厳しいんちゃうかなって。ズームだけなんかな、あれって。めっちゃ音割れたよ。一人が喋ってる分には全然、音も大丈夫なんですけどね。なんか一斉に何人かが喋り出すと、音割れんねんな、あれ。まあもう授業に関してはね、先生が喋ってて、質問がある人は、ここにっていう感じやろうから、そこまで気にせんでもいいんやけど。オンライン飲み会とかしてたら、あれみんなおのおの喋ったらどうなんやろ。それぞれのね、なんかその何？ Wi-Fi の環境にもよっても違うやろうしね。難しいとこやな。どこまでの企業がこれを機に変えていくやろうな。変わらへんと思うねんな、でも僕、結局。やっぱり頭勝った人は勝ったままやからな。ちょっと作りすぎたな、それにしても。ちょっと大げさすぎたかな。
ちょっとこれは炭に直接塗っていくので、ちょっとニカは濃いめかな、濃いめっていうか多いめかな。でもリモートワークとかもね、考えられへんよね、昔やったらね。こうやって僕がライブ配信をお見せできるのも感動してるもん、自分で。すごいことやなぁと思って考えたら。当たり前っちゃ当たり前やけどね。さて、ほんなら枝をささっと塗って終わろうか。よいしょ。今日はにゃんこちゃん登場せずやな。よし。どうやろうな、この焦げ茶は黒には映えんような気するな。まあでもね、こういう濃い色こそね、乾いた時に色変わるから。難しいとこやけどね。ここも置いても大丈夫かな。よいしょ。これちなみに敷物してるのは、あの手の油とかがね、画面につくと、次描くときに、その油が絵の具弾いてしまって、水性なのでね、ムラになったりするので、あえて、こういう風に。どうなってんのやろ。ん？この線何？あ、そこあれや。これ額やったんやな。塗り残しや。見逃しとったな。チビキタン。何してんの？今日はえらおとなしいやんか。チビ？チビ？チーピー、何してんの？ん？あ、ありがとうございます。着彩の子、そうですか？なんかどうなんやろうって自信がないので、こんなん見てて楽しいかなって。何喋ってんのあんた。チーピー、チーピーじゃ乗ってこない。ほんまですね、ちょっと今乗ってこられたら怖いな。ほんまですよ。チーピー、なんかね、今襖にね、顔をスリスリしてます。そこはどうなってる？こうか。チーピ。こんといてほしいのに呼ぶっていうね。おお。気使うな、こういうとこ。もうちょい細かいの具でいってもよかったかな。この間ね、この花がね、これ散歩、僕がいつも散歩してるところにね、咲いてたから撮ってきた
のをスケッチしたものなんですけど、この草いちごって実食べれるんですよね。な、見た目ね、ちょっとつぶつぶ、ぶつぶつな感じで気持ち悪いんですけど。でもね、甘酸っぱくてね、食べたんですよ、この間。この間実になってたんですよ、この花が。久しぶりに食べました、この間。道草。これがほんまの。懐かしい味したな。前はね、それこそ僕が小学校とかの時は、山、もっと山のとこに住んでたので、ここ引っ越す前ね。それはそれはいろんなものを食しましたよ。昔はあらわんと食べたりしてたけどな、あんなほんまは危ないよね。食べれる草を教えてもらったもんな、おばあちゃんに。これは食べれる、これは食べられへんみたいな。食べれるか食べれへんかで草を見てたからな。よし。BGM 今度変えときますわ。明日はつららんブログやな。どんなんなるやろ。あのね、つららんのあのブログ動画だけはね、何にも考えんと、撮ったやつをほんまに、なんやろ。編集なしでほぼほぼ、繋いでるだけなので、くそつまらんですよね、いつもね。何の見せ場もないやつみたいな。明日どんな日常になるやろね。あ、ツツジの蜜も吸いましたよね。そんな取れないんですけどね、蜜も。チュー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 してね。考えたらめちゃくちゃ花を摘み取ってたなっていう。田舎あるあるですよね。よっしゃ、あとはここだけや。これなんやろ。これそれはなんやろ。え？あ、それも一応葉っぱなのか。あとはね、次のプロセスで細かい彩色に入っていこうかな。でもほんま言うたらこっからが長いんちゃうかなと思うんですよね。下地塗りは言うたってあまりね、そこまで細かく彩色するわけではないので、そんなに時間かからないんですけど、こっからね、ちょっといろんなこと考えつつ、着地を見据えつつの作業になるからね。もっと筆遅くなると思います。はい、一応ここまでですかね、今日は。こんな感じです。また乾いてきたらね、ちょっと雰囲気も変わってくるんかなーって思うんですけどね。こんな感じです。まあこうね、一回目塗り重ねただけなので、まだムラが目立ちますよね。こんな感じで。これを何回かね、あんまり重ねすぎてもね、日本画良くないんですけど、この茎の、ん？ああ、ありがとうございます、なぎさん。そうですか、生きたものになってます？よかった、よかった。このクッキーの色はまだまだ彩色。そうですね、クッキーも、なんかね、これよく見るとね、クッキーって言うから、言うか、あの、スケッチ、あ、毛ついてる。スケッチ見るとね、なんかこう、緑に、銅葉色っていうの、この、なんかね、
これ赤みがさしてるから、こういうところを今度、何やろ、代謝とかね、いう絵の具を使って、塗っていこうかなーって思ってるんですよ。どうなるやろな、でも。トゲは違う色なんですか？トゲね、トゲは、いや、でもなんかスケッチ見てる感じやと、茶色っぽいかな。でもなんかちょっと差別化して描こうかなとは思ってます。ありがとうございますよ、ポリンさん。光あかりさん、ありがとうございました。これからもグダグダ。ありがとうございます。全然ね、でもほんまに、あのね、グダグダなまま配信してくださいというか、グダグダになってしまうんですよね、僕がやるとどうしても。全然話が脱線して。こんな感じでね、よく見るとね、この粒子感感じられるかな、岩絵の具のね。こんな感じで。ん？葉っぱの2回目も同じ色で同じ色。そうですね、2回目ぐらいまではもうまた同じ色で、整える感じで塗っていこうかなとは思ってます。あ、小柳さんありがとうございます。精錬ですか？ほんまですか？よかったです。まあどうなるかわからないですけど、僕ね、どんどん絵が悪くなっていくパターンのことが多いんですよね。気にしすぎていらんとこ塗ってしまったりね。最初のあの段階で止めときゃよかったっていうことが何回もあるので、どうなるやろね、これ。まああれやったら、このもう、このね、ちょっと闇に潜んでる感じにしたいところだけ岩絵の具の上から隅行ってもいいかなとか思ったり思わんかったりあ、そうですか、ムラが逆に。そうです、今回ね、ほんまにムラになってしまったので予期せず、もうあえてムラを生かす塗り方にしていこうかなって思いましたね、途中から。あ、月さんありがとうございます。明日岩絵の具で、あ、ほんまですか？明日お休みなんですか？もうぜひぜひ。岩絵の具面白いですよね。難しいですけど。やっぱ楽しいですよね。あ、ナオミオンさんもありがとうございました。どんな感じ？僕もわからないですよ。でもどんな感じになるか。うん。ん？猫ちゃん来たで、猫ちゃん。じゃあ猫ちゃんで締めて終わろうか。にゃんこちゃんたちおいで。プララーンにはな、にゃんこちゃんがいるんやって。どうやらな、僕だけではあかんねやって。たちゃんおいで。チーピーもおいで。あれ、どっか行ったで。あれ？どっか行った。チーピー、ちょっとこっちで先に。チーピー、こっち。立体感、ありがとうございます、えみこさん。実物に、そうですね、今回はリアル系で行きましたね。兄を追い返してない。お兄さんかわいそう。お兄さん、優しくしてあげてくださいね。ありがとうございますね、小台さん。あ、チピちゃん、じゃあ、ツラちゃんおいで。ちょっと。いや、その嫌がらん、ちょっとチコおいでやん、そんなん。嫌がらんとに。いやいや、ないねん。ほら、はい、よこしやすーって。今日もありがとうございましたって。え、つらちゃん、ちょっと顔を、お店顔をちょっと、こう、ほらほら。寝てるやん。寝てるもんな。はい。いや、でもありがとうございました、今日も。つらさん、にゃんだ、かわいい。なんか、つらちゃんが出てきた時だけコメント多い気するよ。なんやねん、それ。ちょっと嫉妬するがな。嘘です。ありがとうございます、皆さん。かずやさん、メールミトさん、カビカビさん、ありがとうございます。締めくくり猫ちゃん、そうですね、猫ちゃん、どうしても。おらなね。今日ね、この子ね、散歩出せって言うから、散歩って言っても、ちょっと、ね、お庭にポンって出して あげるだけやったんですけど、またね、白デカニャンコに、追っかまされてね、ちょっと今日バンジー急須やってんな。ちょっと影が怖いな。こう。ホルモン出ますね。ほんまですね。なんかこう、ね、オキシトシンっていうのやったっけ。なんかね、こう猫ちゃんよしよししてると、癒し系のなんか出るらしいですね。あ、チーピー切ったん。
チーピキタン。あ、そうそう、おきじとし。そう、社長さんなんですよ、うちのね。こんなんでも。つらちゃん。めっちゃ人気やで、あんた。つらちゃんな。よかったな、あんたら。チーピね、こうやってね、優しいんですけどね、最終的に噛むんですよ。ほら、噛んだ。痛いって。それするからあんた怒られんねんで。トラちゃんはね、チーピのことそんなに嫌いじゃないと思うんですよ、実はね。でもあえて噛むから。トラさん、チーピさん、トラさん、今日もありがとうございました。あ、ありがとうございます。こちらこそですね、古代さん、本当に。皆さんもありがとうございました、長い間。また遅なりましたね。じゃあ終わろうか。これなんか、最後のね、終わりを、なんかもっと、肉球やって、ほら。肉球見せてあげて、ほら。気持ちいいんで、これね、ぷにゅぷにゅして。切ったん。肉球、ほら、うずら卵みたいやろ、これ。模様が。これ、かわいいね。あの人さんも疲れって言ってくれてるわ。はい、じゃあ今日もありがとうございました、長い間。なんかね、こんな感じで、徐々にですがね、やっていこうと思ってます。また次、期待しておいてくださいって言っていいんかわからんけど。はい、皆さんありがとうございました。おやすみなさい。癒しタイムでした。ありがとうございます。ナオミオンさんありがとうございました。レモングラスさんありがとうございます。小柳さんもありがとうございます。ナギさんありがとうございます。カビカビさんもありがとうございます。ナガちゃんさんもありがとうございます。皆さんありがとうございました。じゃあ、良い週末をお過ごしください。月さんありがとうございました。カズヤさんもありがとうございます。ヨポリンさんありがとうございます。めっちゃ来てくれてるな。インディゴライドさんありがとうございます。おやすみなさーい。またお越しやすー。よいしょ。メルミトさんありがとうございます。